おざす、ティシスンです。さて、やっと解除しました M60E4。こちらね、まあ、ランボーの LMG ですね。まあ、ランボー多分初期バージョンだと思うんだけど、E4 じゃなくて。まあ、とにかく、もう使ってたということでいいでしょう。はい、もうランボーの武器ということで、間違いないはず、やっていきましょう。で、こちらの武器、ポータルからね、本編に逆輸入。まあまあ、移植された武器ということでね、もう楽しみ度。マックスになったらよかったんだけどね、まあ、M16A3 が多分バグでなんかすげえ反動が上がってるんでこいつも不安です。素直に楽しませてくれないのがこのゲームダイスさん。はい、というわけでやっていきましょう。どうかな、さっき2発ぐらい撃った時はそんな反応感じなかったが、連発で撃つとなんかこれダメじゃねこれダメな匂いがする。結構反動きつい気がするけどな。まあ M16 よりはマシかもしんないけど、ポータル移植武器両方とも五輪銃ですかこれランボーもブチギレですわ。これこのレートならもっと反動小さくていいだろう。3発キルなわけないよな。3発にキルにしやレート早すぎるし、だマックスで4発キルだと思うよせいぜい。あ、ちょっとまだ BTK は分かんないけどね、正確な。まあやっていこうか。固定バルカン砲？あの距離で？あの TTK が出せる？いやでも、ランク154だしな、まさか。はい、というわけでやっていきたいが。さあ、どうだ？やっぱ跳ねるな、これ。で、バグがあるんだよね、エイムアシスト。まあ、PS4 よりはマシみたいだけど、ちょっと頭上を狙っちゃうバグがまだあるんで、で、この反動とくればちょっとな、まあ、扱いづらいかもしれないけど、まあ、そこは気合で頑張っていきましょう。まあ、M16A3 よりもレートが低いんで、まあ、その強烈な反動とバグの影響は M16 よりは受けづらいはず。はい。というわけでね、やっていきたいが、どうだろうか。まあこいつもポータルだと結構強かった気がするけどな、本編に来た瞬間だったな。腰打ち性能ほんといいな、なんかポータルの武器。はい、でいるね。 OK で、もう一人やりたいが、ナイスカバー。なんか騒いでるね、コメラン。コメランじゃねえけど。すげえ、YouTuber みたいになった。あ、まあ YouTuber だけど。ハックで、フォーブロなんとかみたいなやつがハック。それ、俺を固定バルカン砲でぶち抜いたやつじゃないか。違うか？なんかそうだった気がするけどな。言うて、あいつにもう4回やられてんだよね、これ。うん。ハックなのかな、ちょっと分かんないけどさ、ちょハックだったらちょっとここカット、ハックかどうか分かんなかったらなんかまあここカットしとくわなんか100キルとかし始めたらもうあーってなるけど、ランクめっちゃ高かったからな。でもそういうのって報告行ってバンされるだろう。あ、いやでもダイスだからな、 BF5 の実績があるからな。怖えやもうこのゲーム。まあ、PS5 はクロスオフにすると人いないから、まあ、クロスサバでやってるわけじゃん。まあそれはいいんだけど、ただこのエイムアシストのバグ、そしてこの銃の反動のバグ、それに加えてチーター放置とかやられたらもうあれよ、2アンコやで、100万よ。いや2イーソもつけたやろ、もうダブル100万ダイスさんもう、まあ、そうじゃないことを祈ってる。いいね、1人やってで奥、キッ、いやちょいちょい。なんかこう、反動が結構きつくてね、この、一点集中で狙えないんだよね。反動がきつい、下に下げる。で、下げすぎる。で、戻そうとする。で、緩める。で、反動でかすぎ、プラスエマシストバグで上に、なんか銃口が向いちゃう。で、もう一回下げようとする。でもなんか下げすぎちゃう無限ループいやしかもこの武器近距離多分そんな強くないからさ、中距離戦が命なわけじゃん。
でこの反動っていうかもうこの状況はもうややばい。 M16 はまだなんかなんとかなりそうな気がするけど、あれ近距離結構強いから、これはなかなかあれだな。色物臭がすごい。あ、いらっしゃっせ。あ、でもあのパイクは強い。はい、でそこ OK。 はい、さあ、あとはこっち戻ったのか。 C2 に任してほしい。いっとけ AI。 よし、で奥は人でもっと下げて、うん、もう下げすぎないで、荒ぶらないで、とりあえずこのリコイル、ケツかい、ケツかい、いたんかい。まあいいや、気持ち切り替えてやっていこう。はい、絶対いるんだよな、これ多分チャンスだと思うんだよね。結構いると思う。どうですか、バリオル。チャンスだがちょっと。マジできついんだって、リコイル制御。もう、いや、この C5 でやられたらマシじゃないけどさ、今のやれないのはガチでやばすぎるだろう。もういいよ、俺ここの門番やっとくから。あそこで打ち合えねえならここの門番や。虚しい、バリ虚しい。ガチで一人来た、お前役に立った前は。どうしよう、いや、どうしようもこうも打ち合うしかねえよな、そんな。あんなところでじっとしとくね、動画なんか誰が見るんかって話を。打ち合わなきゃ。はい、来いよ敵、俺が乱暴だ、乱暴。あ、でもチーターっぽいやつは来るな。うん、血の者っぽいやつはどっか行っといてくれ。よし、ああ跳ね上がった。まあいいや、いた、バリミリやった。もっと下げて、もっと頑張って下げすぎ。やれたけど、すごい勢いでバーン下がった今。おいおいおい、大地さんよ、おい、恐ろしいわ。またハッカーって言ってる。味方ブチ切れてる。ブチ切れてるけど、そんなキルしてる。そハッカーギアグの人。そう、いや、もう俺見なかったことにするよ。うん、下おるね。もうやりきます。あっと。あ、いや、やらじゃ。おどどどど。はい、どうも、OK。さあ、僕は上行こう。多分正面、まだ危ないと思う。お、いいね。打ち合ってる。任せろ、俺が乱暴なんだ。乱暴、ボボボボ。嘘やろ。あれ、やれんか。マジか。了解。はい、そこ。ダメか。はい。さあ、あとは。あ、見える、見える。見えるよ。やれる、OK。さあ、自分に自信持って。バグに負けちゃダメ。うん。バグとダイスに負けてはいけない。チーターにも負け、チーター負けるかもしれない。OK。はい、というわけで、さあどうだ？あとは、ここら辺一帯は、こう上登ってみるか？いや、上登るまでもない。なんかいる、いますね。あ、やった、OK。はい。やって、覗いてみる。一応覗いてみようか、ここ。はい。いや、でも C1 取ってんだよな。味方もめっちゃいるから。いや、でもなんか撃たれて死んでるぞ、味方。これは敵の予感。終わった。はい。というわけで、まあ M60 の成績よりも、チーター疑惑のやつの成績が気になる。どうだ？はい、165キル。これどうだ？どうだみんな。いや、ちょっと俺は、いや、ノーコメントとしておこう。めちゃくちゃ死ぬほどうまいやつかもしれん。はい。では、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。